皆さんこんばんは、 MK です。 MK のマイクラ、今回は海底神殿村に寝室を作っていきたいと思います。そう、これまでも海底神殿村を発展させようということでいろんなことをしてきました。前回は内装をすべて木材で張り替えておしゃれな感じに仕上げましたよね。ですけどその時にちょっとだけあったベッドを全部撤去しちゃったので今この村にはベッドが一つもないんですよ。このままだと今夜全員野宿になってしまうということで今回は思い切って100人寝れる寝室を作っていきたいと思います。どういう寝室になるのか気になるという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速作っていきましょう。単純に100人寝れる寝室を作るとなるとベッドが100個必要なわけですよね。ということでこちら用意してきました。空色のベッド54個と、はい、青のベッド54個でございます。まあこれを全部使えばベッドが108個置かれると思うのでまあ100人以上は寝れますよね。そしてまあベッド今からパーッと置いていくんですけど置いていくところの地面がこの樫のままだとまああんまりおしゃれじゃないということで、はい、こちらアカシアのハーフブロック用意しました。これで寝室の床だけちょっと色を変えたいと思います。そうすればまあ多少はおしゃれに見えるんじゃないでしょうか。ということで早速じゃあ寝室の土台というか床を張り替えていきましょう。今回はこの階段の裏側こっち側を全て張り替えたいと思います。ですのでここパーッと削ってここまでですね、端っこから端っこまでまずは全部ハーフブロック剥がしていきましょう。前回一生懸命これ張り替えたんですけどまあしょうがないよね。頑張って全部剥がします。はい、ラスト1列全部剥がしていきましょう。おっとスライム出た。そう、前回もさなんかここスライムチャンクなのかわかんないけどスライム湧いてたんですよね。こいつがいると作業にならないのでちゃちゃっと倒していきましょう。なんかスライムどうにかなんないのかな。これって明るくても湧くんだもんね。うん、暗さは関係ないのか。まあまあまあ、じゃあそこはいいとして、そしたら今度はアカシアのハーフブロックを敷いていくんですけども端っこはこちら階段にしたいと思います。そう、ちょっと前にね村のテーブルとか、作った時にも使った手法なんですけどこうね木目っていうか、まあ、木の種類が変わるところで階段を使っておくとなんかちょっとねおしゃれに見えるみたいなそういうのがあるんですよ。まあ私が個人的におしゃれに見えるんじゃないかなと思ってるだけなんですけどまあ今回もねこの技術を使っていきましょう。でここ気になるな。うわ待って下水か。じゃあここもしっかり、あー違う違うそこじゃないよ。樫のハーフブロックでポンポンポンと見えないようにしておきましょう。でこっち側もアカシアの階段にしよっか。だからこう来て、あちょっと待ってこっちめちゃくちゃ置きづらい。さっきあーいた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 。そうさっきはさあっち側に足場があったから置けたんですけどこれこっち側端っこだから全然うまく置けない。ちょっと待てよ。こうか。オッケー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 。いいモードに入ればなんとかなりますね。ということで端々に階段置くことができましたと。そしたらあとは中というかまあこの内側の部分ですね全部ハーフブロックで埋めていきましょう。これもまた時間かかるんだよ。はい、ラスト1列ここが置き終わればとりあえず床の張り替えは終わりですね。 OK。 おーいいんじゃない。なんかこっち側だけやっぱ色違っておしゃれですね。そしたら今度はベッドを置いていきましょう。あーやばい夜だ待って待って待ってもう夜なんだけど今夜はとりあえず野宿だな。ちょっと明日からねみんなで寝ましょうか。おっと佐藤さんお久しぶり。佐藤さんも鈴木さんもね地味にまだいるんですよ。あそしてそう前回の動画でですね上のところちょっと私ミスってたみたいなんで直していいですか。ここに、はい、階段ブロックが1個足りなかったのとハーフブロック置き忘れていたみたいです。これでしっかりね左右対称になったのでまあうん大丈夫でしょう。ということでよしじゃあベッド置きますよ。これを、戻しましてこれさ交互に置くそれともなんか一列ずつ置く。あんまりちゃんと考えてこなかったんだけどさ。いやでも交互に置いた方がおしゃれかな。そう今回は海底神殿ってことでこの青と水色をねチョイスしたんですけどちょっと交互置きでやってみようか。とりあえず待てよこれ手持ちの時点で交互にしといた方がいいかな。いやそうでもないか。そんな関係ない。
そんな関係ないか。いやでも一応やっとこう。手持ちの時点で交互にしといて、で端っこから置いていきますよ。で私の計算が正しければここ2マス開けて置き始めればちょうどうまくいくと思う。だからここだな。水色、青、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 水色、どうよ。これで、お、早速寝に来た人がいました。まあガンガンね寝ていく人いると思いますけど、気にせず MK さんはガンガンじゃあベッドの方を置いていきたいと思います。私も本当は早く寝たいんだけどね。はい、あとちょっと、これやっぱ交互に置いて正解だったかもしれませんね。結構なんか波みたいな感じで綺麗に見えると思います。でここに水色置いて、青、青、こうなんか斜めになってるのがいいよね。こう見てほらまっすぐに見えるみたいな、わかる？ちょっと何言ってるかわかんないかもしんないけど、こう斜めに見た時にこう水色と青がさ、ほら揃って見えるじゃないですか。これが個人的にはちょっと綺麗なんじゃないかなと思っておりますが、ちょっとねさっきから村人さんたちが邪魔で全然ベッド置けないんですよ。であと3個かな。ここ置いて、ここ置いて、ラストそこに置きましょう。オッケー。はい、これでベッド、多分ね100個ジャスト置かれたと思います。一応こっち残りを確認すると、空色のベッド4個、青のベッド4個余ってます。でさっき108個あったので、まあ、4+4で8、多分ジャスト100個じゃないかな。今4列になってるから25あれば正解だな。1234567890、これで10111213141516171819201234 5ですよね。今この列が25個あって、で1個上の列が左側にずれてるけど、その分端っこまで行ってるんで25252525でジャスト100と。素晴らしい。いいんじゃない。ということで、とりあえずじゃあ寝室は、これで完成なんですけど、今回ねもう一個実は作りたいのがありまして、この海底神殿村裏口をちょっと作っていければと思います。ここにベッドを置くと、多分ね上にいる村人さんたちがこのベッドに反応はするんだけど中まで入ってこれないというね、ちょっとかわいそうなことが起こるんですよ。そう、村人ってベッドまで最短で戻ろうとするから、この辺にいる村人たちがねこうどうにかしてこの壁をすり抜けて中に来ようとするんですよね。でそんなことはできないので、多分この辺りに入り口を作っておけば、ほらスムーズにねこの村人がベッドまで行けるんじゃないでしょうか。そしてさ、あなたは何どうすればそこに来るんですか。どういうことなんだろう。ちょっとそこにいられてもあれなんで下まで降りてくださいな。そして、あ、今、待って、今さゾンビピグリンいなかった？ちょっと待った、ちょっと待った。あなたか。今ゾンビピグリンに見えたんですけど、そんなことはないな。ちょっと行商人湧きすぎ問題がありますが、まあそれはどうしようもないので、なんだったっけ？裏口をね、作っていきたいと思います。ど真ん中がいいので、ここ後ろ下がって、この列だな。ここ。はい、オッケー。で、一応あっちの入り口と形を合わせたいと思います。ですので、壊して、壊して、もう一段階かな。あー、来た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 。で、ここを壊せば、はい、とりあえず出入り口はできましたね。あとは見栄えの問題だ。ここを壊して、あっちの入り口と同じにするとなると、3×2 だから、ここにじゃあ、あっちっぽく作ろっか。ポンポン、ポンポンポン。で、ここを解消レンガにしていくと。こんな感じ。どうよ。あと形で言うと、あ、なるほどね。3マスずつこっち来るんだ。1、2、3。で、ここも1、2、3と、なんかこう、ピラミッドみたいなね、入り口の形になっているんでしょう。こう、こう、こう。はい、オッケー。どうすか？裏口。これであなたたち外側からも簡単に来れるよね。で、こっち側、どうしようかな。ちょっと待てよ。ここも来やすいようにさ、ちょっと形変えよっか。こう、こう、こう。で、あっち側の入り口と合わせるとなると、ここを削ればいいのか？で、ここを削る。どうよ、これで。入り口はちょっと広くなりましたよね。うわ、これどうしようかな。ここを壊して、ここをハーフブロックにして、で、こう、こうかな。そうすれば、
まあ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 、そうだよね。入り口としてはちゃんとしてるよね。あ、いや違うな、違うわ、違う違う違う。これ解消レンガを持ってこよう、こっちに解消レンガを。いやどうだろう、 1,2。 あーまあでもこの方がいいかな。よし、じゃあ解消レンガをここに置いて、入り口はとりあえずまあこんなもんだな。でさ、今回ここにさ階段も作りたいんですよ。そうすればわざわざ遠回りしなくてもこの下を認識できるようになると思います。ちょっと言ってることわかるかな、さっきからMK さん、ちょっと今回さ計画をちゃんと立ててきちゃったからさ、あの皆さんに説明しないでじゃんじゃかじゃんじゃか進めちゃってますけど、結局裏側にいる村人がちゃんとベッドに帰れるようにしたいんですよ。でそのために今裏口を開けて、でこの裏口を認識するときに多分あんまりこの高さの差があるとダメなんですよね。だからなだらかな坂をそこに作って、さらに村人がねその裏口を認識できるようにしようと、そういう話でございます。ですのでここかな、ちょっとシーランタンもったいないけど、ここをちょっと階段状に掘っていきましょう。どこまで掘ればいいかな。あ、オッケー。あー、もう一段か。ここまで掘ってこう来て、あーそのあたりは後で変えないといけないな。でここを掘ってここを掘って、とりあえずはまあ階段にはなってますと。でもこれがちょっと気になっちゃうから壊して解消レンガに置き換えます。でこれもせっかくだから全部解消レンガに置き換えよう。ポンポンで解消レンガの階段ができましたと。んー待てよ、ここどうしようかな。ここは見えないから、あー見えるのか。とりあえずじゃあこれ解消ブロックを置いて、ほい、解消ブロックを置いて、あーっと待てよ、おしゃれに行きたい。ここを全部解消レンガにしよっか。ポンポンポンで、あ、ちょっと子供村人さんそこにいないでこう来て、そう、入り口をこうね分かりやすくしたいんだよ。だから解消レンガで下降りてきて、あーこんなもんかな。いや、ここも解消レンガの方がいいかもすいません、ちょっとこだわりタイムが入ってきてるんでお付き合いください。ちょっと解消レンガを補充して、あそこの階段をねおしゃれに作りたいと思います。まあ64が2スタックもあれば十分でしょう。お、夜になったぞ。ちょうどこれで後ろにいる村人がちゃんと認識して中に入ってくれるのか、見ていきましょうか。じゃあここを3つ壊して解消レンガに変えていくと、どうよ、ほらこれでみんな戻んないですか、こっち側に。おーおー、寝始めた寝始めた。で今100人いるかちょっとわかんないんですけど、まあ村人製造装置があるんでね、最終的には100人ぐらいにはなると思います。でだ、ほらあなたたちなんだよ、できればさそこに帰ってってほしいんだよね。あれ思ったように認識しない。あ、来た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 。あ、ダメかな、そこの子供。あーあそこの子供あっち行っちゃった。君はちゃんと認識してる？おー認識した。認識して中に入っていって、あなたはちゃんと寝床までたどり着けますか？あら、ちょっと斜めになっちゃってんね。大丈夫君、ほら寝床まで歩いて。あら、もう眠気覚めたMK さんに押されて眠気が覚めちゃったかもしんないけど、あー来た来た、でも来た、でも来た。あなただよ、あなた、あなたがここの穴を通って中に入ってってほしい。ナイス。あ、大丈夫だね案外。あー、これ階段作んなくてもよかったかなまあでも作っちゃったからこれは採用しよう。ここ壊すか。こうしてなるべくさ斜めとかにも降りてこれるようにしたい。でここを壊してこうこう、あ、いいね。あ、この方がいいわ。壊す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 。でここにも、はい、解消レンガ、あなたどうけて、ポン、オッケーオッケーオッケー。ちょっと暗いか。シーランタン後で置いてもいいかもしんない。よし、じゃあとりあえずここの階段を反対側にも今作っちゃいます。はい、オッケー。これでこっち側も階段ができましたが、みんなあんま降りてこないな。あれちょっと君たちちゃんと下降りてって。お、あなたは、あーダメか。なんかさベッドには反応してんだよ。さっきからキラ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 は光ってるんですけど、なかなか降りてくんないな。時間の問題か。ちょっとすれば降りてきてくれんのかな。まあじゃあとりあえず期待して、ちょっとシーランタン持ってこよっか。ベッドが埋まってるわけじゃないもんね、全然空いてるよ、ほらなんならまだ半分ぐらい寝てる人がいませんけども。あ、待てよ、もしかしてさこの2階の人は詰まってね。あーほら
ここでも多少詰まってるか。ちょっと申し訳ないけど、あなた一回下降りよっか。はい。あ、待って。おい、あ、ごめんなさい。はい、あ、ごめんなさい。まあ今アイアンゴーレムいないからいいっちゃいいんだけどさ、ちょっとあなた下降りて。あれ、ちょ、下降りて。ちょ、あ、たたた、降り降り降り、おっとっと、降り降り降り、あ。そんなことしなくてもほら、ちゃんとした子は降りていくのよ。なんであなたは降りてくんないの？ちょっと、そこで落としてほしいのかな。行くよ。端っこで落とす。はい、オッケー。ちょっとダメージ食らっちゃったかもしんないけど、まあ寝れば回復するでしょう。はい、でここでも降りてもらって、で、おいと。まあ2階からはちょっと反応厳しいかな。お、でも帰ってった帰ってった帰ってった。で、そっち側の人たちはどうよ。外の人たち、お、今1人入ってったね。あれあれ、今1人入ってかなかった。あ、幻覚？ MK さん今幻覚を見てたかもしんないけど、上の人、多少残ってんな、やっぱり。まあまあまあ、反応してくれると信じよう、そこは。で、Cランタン持ってきて、後ろの湧き潰しをね、ちょっとしたいと思います。今ちょっと削っちゃったから、多分そこのところが湧き潰し甘くなっちゃったと思います。こう切って、ほら、この辺よ。ちょっと暗いよね。どうしようかな。できれば少なめシーランタンで済ましたいから、ここにしようかな。ポンポン、はい、オッケー。で、あっち側も下沈んでるとこ、ここを壊してシーランタン化していきますと。はい、オッケー。で、入り口のところにも仕込みたいから、ここかな。はい、じゃあここにポンポンとシーランタン置きましょう。で、あっち側も確かまだ私ね、松明だったと思うんですよ。なので、この松明のところを壊して、シーランタンに変えていきましょう。オッケー。これでさ、どうすか。これで、お、また一人ニートが外から中に入ってきました。多分寝床をね、察知して行ってくれることでしょう。とりあえずこれで、ほらほらほら、来た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 。外装にね、階段と、あとは裏口も作りました。まあ、これでいいっちゃいいんですけど、これ気になるよね。この出っ張り気になるよね。ここだけをうまく埋めるのか、ちゃんと一列パーッと置くのか、どうしようかな。いや、一列置いてカモフラージュした方がいいよね。よし、じゃあちょっと一回私寝て、ちょっと最後そこをね、隠したいと思います。ですので、一回このハーフブロック全部上剥がしてしまいましょう。2列かな。うわ、もう、あ、ごめんなさい。前回貼ったやつもことごとくさっきから剥がさないといけないんですけど。はい、オッケー。剥がし終わりました。そしたら、ここにダークオークを置いていきましょう。で、そっち側のこの出っ張りと繋がるようなイメージですね。でさ、そこはいらないよ。ここどうなるっけ？ちょっと待って、これ2マスの削りで足りるかな？こう来て、ここが、ダメか。ダメだよね。ってことは、ダークオークを、一旦これ2段にしないといけないのか。で、こっち側だけ1段にして、なるほどね。歌詞のハーフブロックを置いていくと、そういう流れになるでしょう。なんかさっきから置くときにちょっとラグがあるな。もうベッド、これベッド置くからさ、足場がデコボコになっちゃってんのよ。ベッド置く前にやりゃよかった。で、ハーフブロックをここから置いていきますと、ここ違うよね。これを剥がして、はい、ダークオークにして、違うな。これを、歌詞にすんのか。オーケー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 。はい、じゃあ、あとは歌詞をバーっと置いていきましょう。いや、でもあっち側からさ、繋がるような見た目になるので、そんなにこう、おしゃれ感は損なわないんじゃないでしょうか。こういうのは損なうよ。はい。ハーフブロックをガンガン置いていきましょう。ベッドが、ベッドですごいデコボコ。ちょっと待って、ここでやるわ。ここで、こうやっておくか。もう最初からこうすればよかったんだ。なんでベッドの上から置いてたんでしょうか。はい、ということで、ラスト1列、バーッと並べまして、OK! はい、これでどうでしょうか。寝室、完成でいいんじゃないでしょうか。ちゃんとね、100個ベッドは置けましたし、ベッドに帰る時の裏口も作りました。で、裏口につながる階段も作ったことで、新しくね、上から落ちてきた村人も、ベッドに帰りやすくなるでしょう。まあ、あとは100人貯まるまで待ちつつ、また村の発展をね、進めていければと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。